野さんの振り付けによるもので本月林にちなんで題名としたそれでは次にスズメ踊りを日本工具お茶屋組合の皆様にご奉納いただきます。このスズメ踊りは昔囃子という古い上方歌の一部でございまして有名な七賢人の中にも用いられております。初代井上八千代さんおよび二世井上八千代さんの振り付けによるもので昔囃子下着スズメのお囃子を題材にしたものであります。本日演じていただきますのは宮子さん、豆結さん、豆樹さん、豆彩さん、麻子さん、麻子さん、より子さんでございます。
祇園甲部こちら組合の皆様によりますすずめ踊りでございました。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。この本式音頭は昭和45年に京都市文化団体東亜会によって制定されたもので、三津田武さん作詞、高橋稲川さん作曲によって発表されました。これを今藤長十郎さんが編曲、梅本雄平さんが振り付けされたものです。京都の風俗名所を歌い本付林にちなんで題名としたものです。本日演じていただく皆様は星渚さん、星直さん、君翔さん、福園さん、金末さん、哲さん、小発さん、九さんでございます。